スポンサー先、はい、失礼しますよ、はい、スポンサーお願いします。 OK、 はい、ちょっとね、ペットは大切な家族の一員、安心安全を第一に考えたオールナチュラルフード、ナチュラルハーベスト、あなたと愛犬のハッピー探しを応援します。犬のコンシェルジュ、横浜市都筑区の犬の幼稚園アロハドリー、子犬の保育園、ドッグイベント、保護ワンコ幸せ応援団、ゴーゴーワンズ、この番組は以上の提供でお送りしています。クリスタルズーランドでは番組を応援してくださるスポンサー、コンシェルジュ、サポートメンバーを募集しています。詳細お問い合わせはクリスタルのホームページ、カタカナでクリスタルレインボークラブ .com をご覧ください。皆様の応援があって輝くことができるクリスタルです。はい、じゃあアロハ塾入ります。はい、マンスリーアロハ塾、愛犬との暮らしをもっともっと楽しくする方法たくさんあります。お伝えするのはドッグライフコンシェルジュアロハドギーのことぶきちゃん、はい、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。はい、アロハ塾も十分、もう今年だから終わりだからね。そうね、いろいろんなこと言ってきたね、伝えてきた、はい、で今年じゃあ最後は、はい、今ちょっとすごい人気がある健康相談会、あ、これについてちょっとお話をさせていただきたいし、ね、ちょっと参加者をもう少し増やしたいなと思ってます。教えてください。はい、でこの健康相談会なんですけれども、もちろんご自分の愛犬のワンちゃんの健康相談会になってます。で、まあ、これを受けてくださるのは私ではなくって、今キッチンクラスでおなじみの純子先生、ね、この先生が飼い主様のお悩みに、お答えをしてくれます。でそれで、まず食事のことだったりとか、あとは誰に相談していいかわからないようなお悩みって結構あるじゃないですか。獣医さんに相談したいけど、こんなこと獣医さんに相談したら恥ずかしいみたいなあるよね。でやっぱりその涙がね多いんだけど、これは何とか、なんか最近すごく老けが出てるんだけどどうしたらいいのとか、でこういったことも食事から含めてこういった食事をトッピングすると良くなるよっていうことをご相談に乗ってくださいます。食と健康ってすごく深いつながりが、関連性があるんだよね。私もこのように1年すごく純子先生についていろいろ勉強していろいろ実践してきて、本当にそれは痛感して、やっぱり食事を変えただけで皮膚の状態だったりとか涙だったりとか、ましてや体臭までこんなに変わってくるんだっていうことを本当にね実感しました、うん、そうね、なのでね自分たちが実感して本当に良かったと思っていることなので、飼い主様がね私たちに相談するように、純子先生に直接相談して、やっぱり自分たちができる答えを持ち帰ってもらえたらなっていうのがね一番の、まあ、目的ではあります、ね、アロハに行けばそうやっていろんな本当に引き出しがあってさ、そう飼い主さん的に私もね一飼い主としてはすごく助かるの、うん、ありがたいです、ね、思わないだって、うん、全部仕分けしてさ行くの大変だもん、来てね、もう何とかしてあげたいっていう思いから、うん、やっぱり私たちが答えられる部分は答えるけれども、うん、やっぱりその体のことに関することっていうのはどうしてもプロの方に入ってもらった方がね、うん、絶対にいいことなので、もうこれはもう純子先生にね答えてもらおうかなっていうふうに思ってやってます、うん、ぜひ続けてくださいね、はい、スケジュールはどうなってますか。はい、スケジュールは12月はねちょっとバタバタしていてなかったんですけども、うん、1月が16日の土曜日に3枠設けております、うん、でお一人様1時間ですね、ワンちゃん連れでお越しいただければと思います。はい、これは予約は、これは予約はお電話か、はい、あとアロハ塾のホームページの方から、お申し込みをいただけたらと思います。いいですね、はい、ぜひぜひ皆さん参加するとね、自分のワンちゃんだけのことを
教えてもらえるからね、すごく贅沢な時間だよね。そう、どんなことでもいいので、ね、涙から結局うんちまでつながっちゃう場合もあるし、うん、もう全てに対して答えてくださるの で、うん、で自分ができる範囲のことでアドバイスしてくださるので、すごくいいと思います。いいね、はい、ぜひ皆さんお申し込みしてみてください。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、ロハ塾も1年ありがとうね。ありがとうございました。はい、よろしく、いろいろ発信していきたいと思います。はい、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。